一つはアシモの他に類を見ない優位性でありますところの二足歩行技術をさらに進化させまして、移動のスピードにおきまして今までの約2倍に向上させることで、より人の動きに近づけるものとしたことです。いわゆるジムのオフィスで、このアシモが人間の活動に役に立たないかなというふうなところにターゲットを置いて、各開発を推進しています。そういう意味で今回の技術の進展というのはですね、今までのアシモですと時速 1.6 キロですとかなり遅くてちょっとどけと言われるような内容ですので、初めて、ようやっとこの邪魔にならない程度の歩き方ができるようになったという意味でかなり大きな進展を迎えたと思っていますが。